皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、綺麗で理想的なアドレスの取り方について、説明していきたいと思います。で、まあゴルフをやられていて、こうだんだんこう練習場とかでボールを打っていくうちに、こう自分のね、構えやすい構えがアドレスになってしまう。例えばこう打っていくうちに、こう構えがこう低くなったりだとか、ちょっと重心が右に乗ったりだとか、なんかこう打っていくうちにだん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 居心地のいい場所が自分なりにこうアレンジをかけていってしまって、その居心地のいいところがアドレスになっている人っていうのが非常に多いと思います。で、この居心地のいいアドレスというのは何て言うんでしょう、自分が例えばボールがこう右に曲がっているから、その右に曲がっているボールを右に曲げないようにどん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 左を向いていって、そこが居心地のいい位置になってしまったりとか、このパターンの場合だとどん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 こう付け足していくような感じになっちゃうんですよね。今回はダフってるからちょっと上げてみようとか、なんか結局そういうこうプラスさせていく動作というのは、やっていくうちにそのうちやっぱ限界っていうのをすごい感じるし、アドレスした時の形がもう自分では普通に構えているつもりで思ってるかもしれないけれども、意外とまあ動画とか撮るとびっくりするぐらいプロとかと違うアドレスをしてしまってるんではないかなというふうに思うわけですね。で、そういう方に、特に見ていただきたいというふうに思います。で、まずはどうしたらいいかというと、一番素直で一番シンプルで一番アドレスとしてこう見た時に居心地のいい綺麗なアドレスっていうのを取ってもらいたいなと。で、その綺麗なアドレスの取り方のコツとしては、もう至って単純で、全ての重心をセンターに持ってくるってことですね。真ん中に持ってくる、これが一番、アドレスとしては綺麗な、構えになると思います。で、例えば、正面から見た時の左右の重心ですよね。右にこう乗せすぎたりだとか、左に乗せすぎてしまうと、その時は打ちやすいかもしれないけれども、実際はこの構えに対しての何かまたさらにアレンジを加えないと球には当たらないものですから、やはり左右の重心というのは真ん中に行くようにしていく。左右 50%50% で構えてあげる。で、その時に、クラブ の位置ですよね、傾きといって、まあ、言いましょうか、あんまりクラブがハンドファーストすぎても良くないですし、かといって構えた時にちょっとハンドバック的な感じで少し後ろが、いわゆる右足寄りにグリップの位置があるのも良くないです。まあこれもですね、正直許容範囲は多少あるんですけれども、クラブが、まあ、7番アイアンの場合ですと直角の状態、傾きをなくして直角の状態ですよね、のイメージで構えて、それに対してこの状態から、左腕が今度はシャフトとまっすぐになる状態、このエリアが許容範囲という感じです。直角の状態から左腕がまっすぐの、シャフトとまっすぐの状態まで、このポジションまでぐらいが、許容範囲なんですね。で、これを、先ほども言ったようにハンドバーストになりすぎたり、ハンドバックになりすぎてしまうと、どうしてもインパクトの時にそれを合わせなきゃいけない作業が出てきてしまうので、この許容範囲はできるだけ守った方がいいかなと。で、じゃあ自分はどっち寄りなのってなってきた時に、左、ハンドファースト気味で構えている状態っていうのは基本的には、ちょっとこう打ち込みたいとか、少し球を低めに打ちたいとか、少しライン出しの感じで打ちたいとかいう方はハンドファースト気味の方がおすすめです。で、逆に球をちょっと上げたいとか、なんだろうな、こうスムーズなスイングでパーンとこう打っていきたいとかっていうんだったら、
ボールの手の位置的にはあんまりハンドファーストになりすぎない方がどちらかというとちょっと綺麗に振ってこれるかなというのもあります。これはもうスイングのこうタイプによってちょっと変わってくるんですけれども、ご自身の合うポジションをこのエリア内中で手の位置は探していただきたいなということ。そして正面から見たときは左右の体重の配分は必ず 50%50% でまずは構えていただくと。それから、スタンスの幅なんていうのは、これも正直許容範囲があります。拳で言うとですね、だいたい3つぐらいの幅で、7番ヤンは構えるのもよし。もしくは肩幅よりもちょっと内側、この内側ですよね、が肩幅よりもちょっと狭くなるような感じのイメージでもいいです。で、あんまりこう広げすぎちゃうと、今度ドライバー行ってた時に、ドライバーの時にどんどん広がっていくことになっちゃいますから、そのドライバーとショートアイアンのフルスイングのちょうど間ぐらいを探っていくようなイメージっていうのが一番いいかなと。で、この幅に関しては、正直飛距離を飛ばしたければ飛ばしたいほど広げていった方が僕はいいと思います。で、距離が短くなれば短くなるほどスタンスの幅は狭くなっていくということになるわけですね。で、7番の場合ですと先ほども言ったように拳、3つ分ぐらいをだいたい目安としてスタンスの幅を作っていくと。そして、今度つま先の向きですけれども、このつま先に関しては、左足が、時計の針でいうとつま先を10時ぐらいとか11時ぐらいの間、これも許容範囲があります。この中で、つま先をちょっと開くようなイメージ。そして右足は、時計の針でいうと12時のポジションから、ちょっと開くぐらいの感じでもいいのかなと。あんまり締めすぎてもよくないかなと。で、これ例えば左足もあんまりこうやって詰めすぎちゃうと結構腰を回転させていくときに結構ブレーキがかかっちゃうんで、意外と膝とか腰とかあと足首とかを痛めちゃう可能性もありますので、つま先というのはちょっと広げといた方が、腰も回転しやすいですし、怪我にもつながらないかなというふうに思いますので、ちょっとつま先、左のつま先の方が開いていただくと。そして、左右の、体重の配分を 50%50% にして、構えていただくとバランスのいい構えになるかなというふうに思います。とにかく左右は 50%50%、 手の位置は真ん中よりもちょっと左側、つま先を少し広げましょうというような、大きく言ったらその3つのポイントがちゃんとしていれば正面側からは、綺麗なアドレスが取れるのかなというふうに思いますので、まず、正面側はそれを注意していただくと。で、そして、後方から見た時、これも意外と重要です。後方から見たときは、ボールはもちろん下にあるわけですよね。で、クラブは直立したらこう届かないわけです。ですので、この前傾の姿勢をどこで取るかといったときに、多くのアマチュアの方は、こう背中でこう取っていってしまったりだとか、あとは背筋はしっかり伸びてるけど、すごいこう膝をこう曲げて、高さを合わせてしまったりだとか、結構ね、この辺のバランスも意外と難しいんですけど、感覚的には、まず膝というのは自分の感覚の中でほとんど曲げない感じ、もう結構まっすぐの、ピーンと張りすぎてもダメですけど、ほとんどまっすぐの感じ。曲げよう曲げようと思うと結構腰が落ちてっちゃうんで、感覚的にはあんまり曲げないようなイメージで、背骨が、こう丸くならないようにまっすぐの状態で、どちらかというとちょっとこうお辞儀するような感じですよね、のイメージで、お尻を少し後ろに突き出す感覚と頭が少し沈む感覚、この、お尻と頭がバランスよく、キープしながら前傾を保ってくると、前傾を作れるといいかなというところですね。で、手の位置が、7番アイアンの場合ですと基本的には、よく言いますけれどグリップ1個半ぐらいの感じとかよく言いますが、近づきすぎるよりはちょっと離してる方が懐が広くなるんで、いいかなというふうに思います。
当然、近い方が構いやすいとかってあるかもしれませんけれど、ダウンスイングの時に、手の位置がこうやっぱ下げる動作っていうのがやっぱ必要になってくるので、あんまり近いと結構下げるのが難しくなっちゃうんですね。で、極端に言うとちょっと上げといた方が、空間を作っといた方が下げやすくなってきますので、どちらかというとちょっと離した感じと、ちょっとクラブが、ハンドダウンよりはハンドアップにしといた方がより、シンプルな、綺麗なスイングに、なりやすいです。で、私はだからちょっとクラブをもう少しこう感覚的にはちょっと立てるような感じのイメージを、持ってます。で、その時に、今度前後の、重心ですね。前後の重心も、前寄り後ろ寄り、いわゆるつま先かかかとなのかっていうところなんですが、これは、結構こう立った時につま先寄りでこう立つ人とかかと寄りで立つ人、結構割れます。正直分かれます。で、これは、ご自身がちょっとつま先寄りで重心持ってるタイプだなと思ったら、つま先寄りで処理しても構いませんですし、ちょっとかかと気味の方が重心取りやすいなっていう場合は、ちょっと近づいて少し、かかと気味で重心を持っていっても構いません。これはもう本当スイング軸、スイング回転させていくとき、移動させていくときに、つま先とかかとどっちがやりやすいかっていうところを中心に、考えていった方がいいのかなと。で、どっちか分かんないって方は、もう本当に真ん中、いわゆる母子球のちょうど本当、この母子球のちょっとこの、土踏まず寄りですよね。ほとんど母子球ぐらいかな、ぐらいのところで、両足とも重心を感じるといいかなと。で、だからといって、母子球だからといって、こう内側にね、ぐっとこう、内股にして力を入れるわけではなくて、もう自然です。あんまりガニ股にする必要もないし、本当に自然な感じで、膝も、まっすぐというかちょっと曲げる感覚あったとしたら、外側とか内側とかじゃなくて自然に、してる感じが一番いいかなというふうに思います。で、今度は、高さですね。上下の重心っていうのも、下にこうやって下半身でしっかり地面をこう噛み締めようみたいな感じにしてると、どんどん下がこう硬くなっていって、力のすごい入った構えになっちゃうんで、基本的には重心は、真ん中ですね。もう本当におへそのちょうど下、よく丹田ってよく言われる場所がありますけれど、本当におへそのあたりに重心があるイメージが一番いいと思います。上下の下しすぎても良くなくて、上すぎてぐっと力が入っても良くないです。お腹に少しこう力を入れるわけじゃないんですけど、お腹に意識ですよね。こう感覚がなかったら少しこうお腹をこう叩いていただいて、この辺に意識持ってこようと思うと、ちょっと感覚がね、研ぎ澄まされやすくなりますから、ちょっとこの意識を持っていただくと。で、上下のイメージはここ、そして先ほど言ったように左右も真ん中なんで、ここ、結局はこのおへそ周りのところで重心を感じれてると、左右にも動かしやすくなるし、上下も前後も全ての方向に対してバランスを取りやすくなってくるということなので、真ん中お腹の、ところに意識をしていただくっていうのがすごく重要なのかなというふうに思います。そこら辺をね、踏まえて、まずアドレスをとにかく自分のね姿をまず見ないと、分かんないと思いますんで、鏡をねこう置いていただいて、できれば大きいね姿見みたいなのを置いていただいて、その鏡に向かって頭の位置とか考えながら、重心が右じゃないな左じゃないなと思いながら、まっすぐ立った状態でスッと構えられるようなイメージする。だから後方からもアドレスしてみて、丸くなってないなとかいうのを確認しながら、後方の鏡を見ながらアドレスをしていただくと非常にいいかなと。で、最後に、ちょっとややこしいのがゴルフっていうのは、グリップが、左手と右手の位置が違うわけですよね。こう両方でこう一緒に構えられればね、こう非常にこうバランスよくこう均等に構えられるもんなんですけれども、どうしても左手よりも右手の方がこう下に行きますんで、後ろ側から見た時にこうちょっとねこう右がこう出やすくなっちゃうんですよね。で、それを出やすくさせないように、ちょっとこう右肘をね少し内側にちょっと入れとくと、伸ばしていくよりは少し曲げとく感じで、この左手はまっすぐですけど、右手がちょっとこう曲がっていくことによって、バックスイングの指導の時の、
腕の感じがすごいスムーズに上げやすくなってきます。それからこう突っ張って構えてるとすごい詰まっちゃう感じになりますんで、少し曲げとくと非常にこう滑らかに回しやすくなってきますので、この辺も少しコツかなと。ただ右肘って異常に油断すると曲がりすぎてしまう。これ曲がりすぎるとトップオブスイングの時にもうえらいゆるゆるのトップになっちゃいますんで、この右肘というのはちょっと曲げてる感じで構えてるけれども、この曲げてる感じをずっと変えないようにしとくと、こうスイングのアークが長くなっていって非常にバランスの取れたスイングになりやすいです。これ本当に右肘って勝手に曲がるもんなんで、意外とそのね、初めにちょっと曲げたのをキープしておくと、非常にダウンスイングもうまく落ちやすくなってきますので、アドレス今回はね、こう綺麗にね構えていただくことによって、綺麗なスイングを作ってくれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。